畠山茂忠の乱は、鎌倉時代初期の元旧2年6月22日、武蔵国二股川において、武蔵国の有力御家人、畠山茂忠が、武蔵昭悪を図る北条時政の策謀により、北条義時率いる大軍に攻められて滅ぼされた、事件。鎌倉幕府内部の清掃で、北条氏による有力御家人排斥の一つ。鎌倉幕府創設者である、 初代将軍源、頼朝の死後、幕府内部の権力闘争が続き、正治2年の梶原景時の変、兼任3年の比企吉和の変によって有力者が滅ぼされ、幕府の実権は14歳の三代将軍源、実朝を擁する、北条時政が握っていた。畠山茂忠は、秩父氏が代々継承してきた。 武蔵国の武士団を統率する留守所創建業職の地位にあり、その武勇と人望により、頼朝の時代には常に先人を務め、その死に際して子孫を守護するように遺言を受けた有力、御家人であった。また、自政の前妻の娘婿であり、梶原景時の変、比企義和の変ではいずれも、北条氏側に協力していた。武蔵国は将軍によって国史が推挙される、 関東五分国の一つであり、数多の武士団が存在し、鎌倉防衛の戦略上の用地であった。この頃の武蔵国氏は、自生の五歳牧の方の娘婿平川浅宮美,美であり、引き吉和の変の翌月の兼任3年10月、浅宮美,美は、京都守護のため上落し、浅宮美,美の上落後に自生が、将軍未長の命によって、武蔵国無職に任じられ、 武蔵国画の行政権を掌握していた。元旧元年11月4日、京の平川さ宮美,美邸で、将軍未朝の妻傍門の武器用の娘を迎えるために、上落した御家人たちの歓迎の主演が行われた。その席で朝、宮尾と重忠の着手重康との間で言い,い争いとなり、周囲の取りなしで、ことは収まったが、これが後に大きな争いの火種となる。翌5日、 シュゲヤスと共に上洛していた、北条時政と、五歳巻の宝生愛の子、正則が病で急死した。そして、正則の埋葬とシュゲヤスと朝宮の争いの報告が同時に鎌倉に届く。翌元9二年四月十一日、鎌倉に不穏な形成ありとして古家人たちが集まり始め、所領の武蔵国に隠居していた稲毛入道し成なりが、 シ都の時政に呼ばれ、老頭を引き連れて、鎌倉へやってきた。何か起こるのではないかとの噂が流れたが、この騒ぎは静まり5月3日には、大半の御家人が帰国した。6月21日、朝宮美はシュゲヤスに悪口を受けたと牧の方に残訴し、牧の方はこれを、シュゲタダフ氏の範囲であると時政に訴えた。朝宮美は、牧の方の娘婿であり、 重ゲは、時生の戦災の外孫にあたる。時生が、この義時と時キに、重ゲタ討伐を相談すると、二人は、重ゲタの忠勤を訴えて無本などを起こすがはずがないと、反対したが、牧の方の兄大赤字親に、牧の方がママ母だから、あだをしようと思っているのだろうと迫られ、やむなく、義シはシゲタ討伐に同意したという。翌22日早朝、 鎌倉は大きな騒ぎとなり、軍病が無本人を中するべく、結ヶ浜へ先を争って走った。同じ秩父市の稲毛入道に招かれて、鎌倉にいた、重康も、老中三人と共に、結ヶ浜へ駆けつけると、自制の意を受けた、三浦義村が、佐久間太郎らに、重康を取り囲ませる。自分が無本人とされていることに気づいた重康は、奮戦したが、大勢に、無勢で、 老塔をとども殺害された。自生の命により、鎌倉へ向かっている茂忠を道中で駐殺するべく、大軍が派遣された。大手の大将軍北条義時に従ったのは、先人、後人に、笠井清茂、堺常秀、大方兼信、国分兼道、相馬義兼、あずま茂その他、足利義士、小山智正、三浦義村、三浦兼義、 長沼宗政、結城友光、宇都宮頼綱、八田知恵、足立影森、中城課長、神田義紀、加野海入道、宇佐美広重、畑野忠綱、松田裕京、土屋宗光、川越十字、川越重和、江戸忠重、渋川の武者所、小野寺秀道、下神戸行平、園田聖朝、並びに、大石、品川市、かすか市、牛尾田市、かし市、 小栗氏、なめかた氏、児玉党、横山党、金子党、村山党らが従い、関戸の大将は、北条時夫さ、和田義盛として鎌倉を出陣した。重忠は鎌倉に、騒ぎがあると聞き6月19日に、菅谷間を出発しており、22日午後、二股川で討伐軍に遭遇した。重忠の弟長野重臣は、信濃国、 六郎重宗は、欧州へ行っており、重忠が率いていたのは、次男の重秀、老中、本田次郎金常、乳父の橋場見、沢六郎成木よ以下130から40期程度に、過ぎなかった。今朝重康が殺されたこと、自分に追悼軍が差し向けられたことを、二股川で初めて知った重忠は、館へ退くことはせず潔く戦うことが、武士の本会であるとして、 大軍を迎え撃つ決断を下す。そこへ、かつての旧友、足立影森と主従七鬼が先陣を切って突入し、義時の大軍と少数の兵で応戦する、茂忠主従との激戦が4時間余り繰り広げられた。後、茂忠は、愛子を末高の放った矢に打たれ、地球を取られた。茂忠の死を知った、茂秀一家は自害した。区間省では茂忠は、自害したとしている。 23日午後2時ごろ、軍勢を鎌倉へ引き上げた義時は、合戦の様子を聞いた時勢に対し、茂忠の一族は出払っていて小勢であり、無本の企ては、強法で、茂忠は無実であった。その首を見ると涙を禁じ得ず、大変気の毒なことをしたと述べた。時勢は黙って引き下がった。この日の夕方、鎌倉内で茂忠の同族で、討伐軍に加わっていた。 稲毛茂成夫子、新外茂友夫子が茂忠を陥れた首謀者として、三浦義村らによって殺害された。7月8日、少年の将軍源本根友に代わり、耳大、北条政子の命により、畠山氏の所領は、勲功として、茂忠を討った武士たちに与えられ、同20日にも、政子の女房たちに茂忠の慰労が与えられている。うる7月19日、 この事件をきっかけに、時生は失脚し、牧の方と共に、この義時、政子指定によって、鎌倉を追放され、同26日、計にいた平賀友継は、義時の命によって中殺された。残された、重忠の所領は、時生の前妻の娘である重忠の妻に安堵され、妻は、足利義順に再火して義順が、畠山氏の名跡を継いだことにより、 平成秩父氏の畑山氏は滅亡した。武蔵国は、相模国と並んで主要な将軍事業国であり、頼朝の時代には、源氏門用の平賀義信が国史を務め、秩父氏の総領である諸職は、川越重頼であった。川越重頼と平賀義信の妻は、頼朝の乳母比企の次女と三女で、武蔵国の軍事である比企氏の家督は、比企の甥い、比企吉一が提唱し、 武蔵国は、頼朝の縁者によって治められていた。川越重頼が、源義常の謀反に連座して宙された後は、畠山重田だが、留守所職となり、平賀義信の後の武蔵国史は、この朝、宮尾が引き継いでいた。朝宮尾は、後鳥羽上皇の信任厚く、上皇と衆との辞世と薪の方の意向を受けて、京都主語、治療国主となり、将軍並みの諸愚となって、 牽制を強めていた。比企吉和の変で滅ぼされた有力豪族比企氏の遠赤小玉党など、武蔵国には比企氏とつながりを持つ者が多く、比企の後を勢力下に収めようとした次世の武蔵進出は、武蔵武士団の統領である重忠の勢力権への侵入であり、比企の乱後の戦後処理をめぐって、次世と重忠は対立する関係となっていたのである。 赤月期元及元年正月十八日上によると、とで、北条時政が、畠山重忠と戦って敗北し山中に隠れた。大江広元がすでに殺されたとのことだ。という風文が流れ、広元の縁者がそのデマに騒ぎ荷物を運び出す。騒動になるなど、両者の対立は周知のこととなっていた。乱の背景には、武蔵国の支配をめぐり、立書畠山氏と国士朝、 宮尾を背景とした時世との対立があった。北条義時は、牧の方の娘婿である朝、宮尾を担ぐ、父時世を切り捨てることによって、無実の重忠を討ったという御家人たちの憎しみの矛先を交わし、混乱に乗じて朝、宮尾と秩父一族の稲毛重なり、新外重友らゆ力者を一掃して、武蔵国の掌握に成功した。以降、 武蔵国は代々法上独創家の支配下に置かれ、執権政治の安定化後は、執権、伝書が武蔵守る、相模市を占める事例が増加する。法上家内では、梶原景時、比企吉和など強力な政敵の排除には、団結していたが、戦災の子、義時、正子らと、五歳巻の方との間には、以前から亀の前事件などの異いがあり、共通の敵がいなくなったこと、 牧の法書生唯一の男子で、北条本家の後継者と目されていた、正則の死によって、両者の対立が表面化していた。畑山の乱に橋を発した牧師事件で自制を追放したことにより、幕府は自制の先制政治から義時、政子指定主導による加藤体制によって先制政治が継続された。鎌倉幕府北条氏による後年の編纂書、 アズ鏡において、梶原景時が悪人と断じられているのとは、対照的に、重忠は賛美した記事が目立っている。重忠討伐の際、重忠を擁護したという義時は、その後、重忠の維持や縁者を引越し畠山氏の所領を与えたなどという形跡はなく、畠山氏の所領は政子によって、重忠を討った者や政子の女房に配分されている。義時 政子の姉妹である重忠の妻には、畠山氏本領が与えられ、その妻は、北条氏の遠席足利義順に再下し、足利義順が、畠山氏の名跡を継承したことにより、重忠の血筋は断絶している。その後出家していた、重忠の橋氏重慶は、乱の八年後、憲法元年九月に、無本の疑いを受けて殺害されている。その際に三代将軍源三友は、 しげただより過ちなくして、宙をかぶると述べている。あずまにおける、義時のしげただようも、しげただの過剰な賛美記事は、父時政を追放し、武蔵の英雄を滅ぼした、義時弁護のための作為と考えられている。ただし、近年の研究では、北条宗家ではなく、文家の絵馬家の初代とみなされる義しが、時政の意思を拒否できた可能性が低いことも考慮する。 必要があるとする説も出されている。現在、横浜市旭区、相鉄鶴ヶ峰駅の近くには、畑山重忠の終焉の地として石碑が建てられている。鶴ヶ峰周辺の史跡は、横浜市登録地域文化財に登録されている。ありがとうございます。